表彰式終わりました、時間湧いてきましたか？そうですね、ちょっとは湧いてきました。まあ、今シーズン、ね、ようやく優勝もできて、チャンピオン取れたんですけども、自身としてどんなシーズンでした？そうですね、今シーズンは本当多くいろいろな経験をさせてもらえたシーズンだったので、まあ、初優勝だったり8体であったりとか、最終的にはチャンピオンも取れたという形ですごくいい経験ができたので、すごく充実したすごくいい1年になりました。その中で印象残ってるレースって言ったら いつですかね。そうですね、僕の印象的なのはオートポリスで一番成績出なかったんですけど、そこがすごい悔しい思いをしたので、1年順調に来ている中ですごい悔しい思いをしたレースだったので、すごく印象的ですね。まあ、その次は最終戦ですかね。そうですね、その次はもう最終戦で、いや、岡山のレースのが多分僕はパーフェクトレースができたって自分で思ってるんで、すごく自己ベストをずっと刻みながらっていうのができたので、レース中にそれがすごく、そっちもすごく印象に残ってますね。はい。まあ、今年の経験を生かして、まあ、来シーズンまだね、決まってないと思うんですけども、どんな走りをしていきたいですか？そうですね、僕はもう僕のスタイルっていうかはもうただ単に楽しんで乗るだけの感じなので、それをもうちょっと貫けたらなって思いますね。はい。今年1年おめでとうございました。来年もしっかりと走れるように頑張るのでよろしくお願いします。